はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画337回目は2017年発売バイスクルコンストレーションシリーズスコーピオです。スコーピオンだとサソリなんですが、スコーピオで止めるとサソリ座という意味らしいです。で、サソリ座は10月24日から11月22日みたいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルコンストレーションシリーズスコーピオです。横目がリアクションフィニッシュリミテッドエディション、反対側がザ・ボコポプレングカードカンパニーメイドイン USA デザインドインユナイテッドキングダム、上面がポーカーでスコーピオは3ですね。クローザーシールは青色で、これがサソリ座の星の形です。10月24日から11月22日。下面は2016リミテッドコレクションエディション16ですね。じゃあ番号が浅いので一歩手前で発売されていたのか、ってことは2016年発売かな。2016リミテッドコレクションエディションプロデュース&ディステルビューテッドバイポコポプリングカード仕様で、ポコポのロゴとリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。スコーピオのマーク、あれ、そうか、2016だからバック面違うので入ってるかもしれないですね。おお、今までのやつとバック面が違いますね。ラグジュアリープレイングカードセット、ポコポプレイングカードのカスタマーサポート、なるほど、連絡先関連のポコポのカードですね。なるほど、あ、日本語表記だ、英語表記、日本語表記で、こっちがフランス語かな。あ、いろんな言葉で書かれてる。それでは表面いきます。はい、サソリ座の星の形のとイラストのカードで、スコーピオのマークが入っているスペードのエース、なんか M みたいな感じですね。白斑点な感じかな、もしかして。やっぱり最初ら辺のやつがこの白黒だったみたいですね。途中でカラーのが出てきた感じで、で中抜きで白色の赤色のやつですね。ダイヤの絵札、クラブの絵札、ハートの絵札、で、ハートのエース、2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードよりも2枚分の厚みがあります。滑りは全然高品質ですね。はい、反りがなくて両面硬いです。で、一応入れてみますね。はい、浮き上がってますね。パッと取れる感じで反ってます。はい、それではファルを入れてみます。斜めにすると入っていくので、とりあえずまあトラディショナルカットは入っていると思います。はい、それではファンした時のデザインを見てみましょう。まずは上、赤いのが出てきます。反対側はこの辺から
青いのが出てきて、逆本だと逆本でもそんなに大した変わりはないですね。それでは表面で、はい、表面と裏面がほぼ同じですね。表面2種類とこっち側も2種類プラス、反対にすると青いのが出てくるので、2種類2種類1種類で5種類って感じですかね。はい、バイスクルコンストレーションシリーススコーピオを開封しました。今ね、この下の面が16だったんで調べたら、やっぱり16年発売で間違いないみたいです。で、この上の番号が03になっているこのスコーピオなんですけど、他のねコンストレーションシリーズは1、2と4だったので、4番までの番号が全部コンストレーションシリーズみたいですね。それではジャンル分けします。2019年製のスタンダードよりも2枚分の厚みなので厚い、普通に問題なく高品質です。ポコポプレイングカードとユナイテッドキングダムのコラボ、12星座のコンセプトデザインで、レアデックコレクションです。バイスクルコンストレーションシリーズスコーピオでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは